小賀の道元は、鎌倉時代中期から後期にかけての苦行。大納言、小賀の通中の子。神は、十一位、内大臣。あと小賀の内大臣と交する。以下、苦行部人、尊辟文脈の内容に従って記述する。県庁二年に父、通り中が募した時には十一歳であった。祖父、小賀の道てるは、皇室三条に、 遺産の大半を託したため、父からの医療は、唯一、小賀の僧のみであった。このため、父の死後、経済的危機に立たされることとなった。しかし、父通中の皇室である、平三森の娘である、安吉美門院左衛門の特局が、父三森から継承した池大納言領を小賀の家に譲与し、その経済的危機を救った。 源の道地下の子供たちが皇居して格家の分立が始まり、各家の第二世代第三世代となるに従い、小賀の家が村上源氏中の着流として、格好たる地位を確立できなくなってきていた。県庁2年には、堀川智真が内大臣となったことを手始めに、文営6年には、中野院通政が内大臣に、公安6年には、堀川稽が11位に、そして、 昭和2年には、淳大臣から、大城大臣に、昭和5年には、土御門貞真が11位淳大臣に、そして、永任4年には内大臣に、と、相次いで11位や大臣に上っている。道元の父通忠が大納言右大将のまま、創生したことや祖父、道照の所領の大半を、小賀の家が引き継げなかった中で、道元が、 危機感を抱き村上源氏一門の中で優位性を確立することを狙い、源氏長者の宣言を望んだのであろう。しかしせっかく源氏長者を得た直後に、前年に即位した伏見天皇のもとに受大使女後、さらに中宮のとなった西恩寺少子の父である西恩寺実権を大臣大将に任じるため、道元は内大臣だけでなく、約10年間在任した右大将も止めさせられてしまう。 この枝大将には、道元の時代までは、村上源氏一門では、小賀野家からしか就任していないが、道元皇居の2年前である加減4年には、木具の側南である熊守が、右大将に就任する。そのような状況の中で道元の側南、道尾の時代に、再び所領問題を発生させることになり、鎌倉時代を通じて、小賀野家は、困難な状況が続いた。一方で、 道元は四人の側男を苦行に登らせることができた。着南の道尾は2位中条から県中納言に任ぜられ、道元自身の右大将在任期間は通算約十年間になる。源氏長者の宣言と合わせて、道元は村上源氏一門の中で小賀の家が一歩抜きんでることができるよう着々と手を打っていたと見ることができる。つれ連れ草第九十五段と九十六段に、 道元は登場する。195段では他に木造の地蔵を浸して丁寧に洗っているという一見平和なしかし奇妙な姿の道元であるが、196段では行事の作法での実に的確な判断と右大将を歴任してきた小賀野家当主の道元が描かれている。ありがとうございます。